皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いています。ありがとうございます。突然ですが、皆さんは女性からこんな言葉を言われたら嬉しい、また言ってもらいたい言葉ってありますか？エピソードなどもありましたら合わせて教えていただけたらと思います。ということですね。なるほど。はい、女性から言ってもらいたい言葉。言いたい言葉。こんな言葉を言われたら嬉しいという。言葉。こんな言葉ね。じゃあまずは、ゲストの三宅さん。おー。言葉。そうですね。本音で語り合いましょうか。本音で。本音で本音で本音です。わかった。ほんとね、優しく、ちょっと、こう、怒ってるんだけど、怒りきれない感じで、ねって言ってほしい。わかるなぁ、これ。わかるでしょ。あー、いいね。そう、この叱られたい願望。わかりますね。しかも、目っていいですね。目が、なんかさ、こう、俺、体でかいじゃん。はいはいはい。なんか、ちっちゃい子供になったような気持ち。母性本能が、的なものを出してほしい。なんか、いいじゃん。生まれたいね、こういうのでいいの？こういうのでいいの？こういうことです、ね。こういうことだよね。こういうことですね。そう。あ、いいですね。せっかくだからさ、言ってもらえば。え？え？マジで？言ってもらう？こんだけ。みんなで一斉に？たくさんの女性が。おー、それ夢の。マジですか？いや、夢を。夢の展開じゃないですか。夢を叶えて。あ、じゃあ、すいませんが。ちょっとおどおどしてる、ね。三宅さん、ひざまずいちゃいましたよ。ご協力のほどよろしくお願いいたします。せーのって言いますから、言っていただけると。では、参ります。せーの。よかったね。三宅さん、悶絶。あ、でも、これいいわ。これいい。やっていいなぁ。キュンときた、キュンと。キュンとくる。キュンときた、俺。いいなぁ、これ。おい、キュンときた。ああ。これいいですね。ああ、もう、いいや。ありがとうございます。なんか、大人になると叱られることってすごい新鮮ですもんね。ねえ、ね。そうですね。長くなるからね。ねえ。うわぁ、とかいい。うわぁ、汗拭いて。より汗がね、気のような。いやちょっとね、キュンとした。キュンキュンしましたね。なんか、気持ちよく寝られそうだね。寝られる。いや、逆にちょっと興奮して寝られない。思い出しちゃった。どうですか、じゃあ、日野さんはどうですか。俺もちょっとね、かぶってたからね、今、どうしようかと思って。マジで、ごめん。また凹まないでください。逆に、じゃあ、すんごい朝、起きれなくて、はいはいはい、ベッドの中でうだうだしてる。うんはいはい、そこで、朝だぞって言われて、ああ、もう、あともうちょっとって言ったら、じゃあ私も、寝ちゃおう。言われたいかな。あばーいすげーこれいいそのまま。戻った。そしたら逆にこっちももう、悪いから、起きるってな。うわぁ、朝起こしてくれるとか夢いいよね。じゃあお願いします。ちゃんと正座してる？セリフ2つだよ。じゃあまず、朝だぞからお願いします。せーの。もうちょっと寝てたいんだよ。せーの。照れるなよ。でもこの照れる感じがまたリアル。逆にリアルでいいですね。リアルでいいですね。大丈夫です。恥ずかしいなら、これで。いや、でももう一回だけ。なんて言うんだっけじゃあ私も、寝ちゃおう。じゃあ私も寝ちゃおう。寝ちゃおうなんだ。じゃあもう一回いきますよ。もう一回、お願いします。リテイク2! あともうちょっと寝てたいんだよ。せーの。俺が恥ずかしくなっちゃったな。
ごめん、ありがとうございます。これいいなぁ。これでも、ああ、わかったわかった。ごめんごめん、起きる起きるじゃなくて、うん、寝ちゃおうって言って一緒に寝ちゃいますね、多分。それでちょっと触っちゃいけないとこ触って、ね。おい朝朝ごめんなさい。夢に繋がるんですよ、ね。なるほどね。いいなぁ。いいなぁ。それぞれありません。平川さんどうでしょう。俺、うん、俺何かなぁ。女性から言ってもらいたい言葉。なんか、怒ってもらうタイプ。うん。から、なんだ、優しくしてもらうタイプ。うん、うん、ありましたね。うん。うん、じゃあ、平川さんは。俺なんだろう。悩むな。でも、その悩むっていうのも、うん、そうですよね。ね。それはだってね、言ってもらいたい言葉ですからね。自分が言うわけじゃないですから、これは。かなりね、可能性としてはものすごい無限大の可能性ですから、これ。うん。じゃあ、無限大の可能性があります。あ、でも、いろいろ出てきますからね。うん。俺は、じゃあ、数ある中で。はい。数ある中でってなんだ俺。数ある妄想レパートリーの中で。妄想レパートリー。そう、妄想は心の栄養だから。そうですね。名言出ましたよ。そう。ね。わぁ、素晴らしい。僕は提唱してるんです。素晴らしい。心の栄養ですから。その通りですよ。僕はじゃあ、起きる、起きました。ね、うん、準備して、うん、出かけるときに、行ってらっしゃい。いやー無言のなんかもう。いいなぁ。いいですか皆さん、じゃあ、ちょっと、カバンとか持ってね。じゃあ、正座して聞くのが決まりみたいになってきましたね。カバン持ちました。じゃあ、行ってくるね。せーの。これ行くのやめよっかななんでですか今んとこみんな、ダメ男になってますよ。これいいぞいいな、これこれすごいっすね。ただ僕は僕はですね、まあそれこそ無限のね、可能性がありますから。まあね。ね。でもね、あのね、ちょっとこう、僕が一番こうキュンとくるシチュエーションっていうか、普段強気な仕事ができる、仕事バリバリやるような人がですね、こう自分にだけ弱い部分を見せるっていう、ツンデレシチュエーションですか。ツンデレ。いわゆるツンデレでしたね。ただでもですね、あのなんか、普段はそんなこと言わないんだけども、急にこう仕事の悩みをこう、打ち明けるんですよ。仕事で失敗しちゃってさ、みたいな。どうしたらいいかわかんないんだよね、って。あんたみたいなできない奴に愚痴ってもしょうがないけど。どこまで積んでるんですかやるなぁ。そういうキャラなんですよ。腕やるねぇ。いやいやいや。で、こちら側から優しく聞くだけじゃないです。うんうん、あの、まあ、話聞くぐらいしかできないけどさ、何でも言ってみたらって、言うとするじゃない、うん。そしたらこう、ポロポロ、こうね、弱い部分を出してくるわけですよ。なるほど。私ね、本当はね、みたいな。一言言ってしまうと、こう、もう、そう、席を切ったようにこう、涙と共にね。はい、でも、全部言い終わるとスッキリするじゃないですか、女性、ね。だから、スッキリしたって言ったらね、こう、ちょっと強気に、そこはこう、強気に戻って、こんなこと言うの、渡るだけなんだからね。これをね、オンリーワンと、オンリー、そう、だからこの、僕だけっていう意識が欲しいんです。あえて名前を入れてくるんだ。入れて、挟むんだね。しかも、渡るなんだ。渡るか、名前入れてもらえばよかった。俺もそうすりゃよかった。そうだね。まあ。言ってもらっていいのかな。で、なんか、だんだんハイレベルになる気がする。こんなこと言うの、渡るだけなんだからね、でお願いします。正座。失礼します。お前名前入れてもらうんだからね。じゃあ、行きます。こんなこと言うの、あ、俺じゃない。大事なところ、ここごめん。僕も言われたいですから。じゃあ皆さん、準備よろしいでしょうか。スッキリしたか俺でよかったら、話聞くから。せーの。これいいな、これこれいいな、これ今、あまりの嬉しさに歯にマイク当たっちゃいました。ガツンって。
んか今日満足しちゃいましたね。満足しましたね。お腹いっぱいだ。しましたね。いっぱいだ。いやいや、嬉しかったですね。すごい盛り上がりました。ありがとうございました。皆さん。